こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回は久しぶりにマントル辺境高校の投手ですね、やってみたいと思います。ドエ、フルヤ、オクタビア、サナちゃん、マモル、そして沢村と、この構成でいきたいと思います。で、今回はメスと招き猫持ち込みで、初期値こんな感じです。ちょっとスタミナとね、コントロールが寂しい感じがありますが、これで頑張っていきたいと思います。で、結構いろんな方が僕のマントルの動画を見てくださっているようです。で、まあ、そんな背景もあるので、ちょっとマントルとか他の高校もね、この新高校来る前に、まあ、ちょっとおさらいがてらにやるのもいいかなと思って、まあ、フリートとあとどっか一校ぐらいやろうかなというふうに思います。で、水曜日に新高校っていう感じなので、ちょ、まあ、もしこの高校をちょっと見てみたいながあれば、ぜひコメント欄に書いておいていただければっていうのと、まあ、そうでなければ僕が勝手にやりたい高校、まあ、これが需要あるだろうな高校をやりたいと思います。で、まあ、基本的にはびっくりをバン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 踏んでいって、そこから展開していくのが、まあ、マントルの常ではあります。プラスそこと、あとは彼女ですよね。まあ、今いないんですけど、彼女の評価をポツ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 上げていって、まあ、しっかりとね、告白をまず引き寄せたいというのが基本的な流れになると思います。で、どうしようかな、これ黄色拾っちゃうか。で、結構石バランスとかは気にして動いています。そのここのフィールドを空き地にしておくのが最ももったいないので、まあ、なるだけいろんなものを作る形に早めに持っていくのも大事かなって思っているので、そういう動きですね。切れないっす。アクセサリー入りましたね。星は持っているのか。星持ってないですね、残念ながら。ただここで同栄の石が入りました。これは大きいですね。亀石は本当に早く入れた石の一つなんで。伸び骨終わりました。しかもちょっとオクタピアは成功するかどうか分かりませんが、まあ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 というところで、ちょっと熱いな、100個つけよう。で、亀石も作れる。あ、いい感じっすね。亀も作れました。あとは宝石さえ作れれば、まあ順調っていうところと、まあサナの評価ですよね。あとは一応アクセサリーは1個持っているので、まあできれば、まあ、星が出た時にはちょっとバックしたいなっていう感じと、まあ、可能な限り精神も入れていきたいというところですね。宝石来たらこれはいけます。わー、うわー、これマジ天と地ほど違うな。沢村と守るで、ここは突っ込みますか。もらえると信じましょう。大丈夫、沢村はびっくりくれる。あとはサナもいるのもでかいですね。うわー、天と地ほど変わりました、展開が。緑はもういらないんですよね、正直。これも踏みてえな。34か。さすがにもうそろそろ限界ですね。調子安定を守るからもらっておきます。OKOKOK。クソイベが起きて失敗したんで OK ですね。で、守る行きましょう。とにかく守るからポツ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 コツとか。まあ、休息コツもね、入れたいので、とても入れたいので、まあ、入れてくれたら助かるなっていう。OK、奪三振。骨状況はかなりいいですね、正直。かなりいいと思います。あとは、とにかくびっくり来いと。あー、オクタビア 18%。難しいなー、これ。これはでも行くべきですね。勝ち運取りましょう。あ、逃げ球も。あー、そうなのか。まあ、いっか、これで。OK。よし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 。これで石、まあ、その採掘場関係は全部揃いましたね。でセクイチでこれが全部揃うっていうのはかなり順調だと思います。あとはちょっと古谷が走りそうっていう。あ、しかもこれ。そうかそうか。これ行くじゃないですか。で、これもレベル2にしていいですね。っていうのと、一回休みます。で、アクセア立てれそうですね。で、沢村走りました。で、そもそも全体の評価が、サナがまだ行ってない。てか誰か言ってない。これ沢村かな、言ってないの。あ、言ってないですね。これは立てた方がいいですね。1個立てましょう。で、大体 OK かな。うん、まあ2個立てしてもいいんですけどね。ただ、また取らなきゃいけないんで、そこは難しいところと。これ沢村踏みましょうか。まあ沢村踏むか。評価が遠すぎる。いいやつがね、サクッと来ると話変わるんですけど。あ、そう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 、そういうやつ。
これが来ないとサクッと変わらない。同絵か、サナフ見たいですね。まあ、評価的なものもそうですし、あとラブパワーがねワンチャンスあるんで。 OK で沢村走りました。ほうほうほう、あ、これメンタルサナですね。サナありがたいな。ダイナマイト立てたいな早く。沢村も評価いい感じなんじゃない。もうあと1ターンぐらいか。じゃあとりあえず待ってましょう。オッケー、これでもう必要なものはあと亀石1個だけですね。他は全部整ってきました。ありがてえ、2回目。おーし、それはねありがたい、整いました。亀石は数余ってる、大丈夫、行こう。でこれを崩す、これ崩す、で、あーそうですね、おにぎり工房行っとこうかな。まああとで、あとがダイナマイトないな、ダイナマイトないですね、まだ。おにぎり工房とか行かんとダメだ、ね、ダイナマイトの採掘場がないので、いやあんま黄色とか使いたくねえな。技術メダルも置いときたいっちゃ置いときたいんですよね、できればね。これで作れまいか、ちょっとあと1個ぐらい消費するか。まあ、技術1個消費しましょう。いやいいかな、技術2個、うん、でもいいや、1個でいいや。デートいきます。難しい、ここはダイナマイトの採掘場ができないとマジで経験点もクソもないですからね。おーい、来ない、ダイナマイト来ない、ダイナマイト来ない、どうすっかな。あ、来てますね、来てた来てた、早すぎて見えなかっただけか。オッケー、これなら話は別だと。あとはツルハシちょっと立てたいので、おにぎりを犠牲にするしかないですね。うん、で購買部も入っているのでもうこれでいいでしょう。体制的には整いました。おわ強い、シンプルにただ強いわ。拾いましょう、こういうのも大事ですからね、一個一個。オッケー、整いました。あ強、あーダブルタックスタミナも踏みたいな。あーただここはまあ同絵が偉すぎますね。伸びコツと逃げ玉、まあ打たれと、あとは根骨まだ残ってるんで行きましょう。あとスタミナは結構枯渇しやすいので、急速の方が踏んだ方が良かったりもします。 OK、 ダイナマイト発動しました。わー強い強い、全然ありがたい、これは飛ばしましょう。でちょっとパワーを上げま、上げたいなと、上げたいんだけどどうしよう。ツルハシレベル2にするとなんかなかなか、でもいいか。いやーどうしましょうかね、ツルハシどうしようかな、ツルハシ置いときたいな、ツルハシ置いときたいっすね。普通に踏むか、守るってあとピンチと制圧いくか、スタミナある程度踏みます。でもうピンチとあとは別のやつ狙いで、でデートを早めに重ねて、まあ、鶴橋のところ、亀石の採掘場のところにサクサクっといろいろ立てていきたいですね。ね、強いんだけどさっきから。どれくらい掘れてるだろう。まだ潤沢。ただこれくらいを続けててもしょうがないはあるんですよね。ダイナマイト立てた後だと。まあ、強いんですけどね、めちゃくちゃ。ちょっともう石が回ってないので、デート行きます。石が回ってない、マジで。そろそろ回していかないと、マジで。あとで、だいぶ痛い目見るんで。あとはですね、購買部を高めたいんだが。ああ、まあ、うん、そうだな。俺はしょうがないな。OK。黄色の石はだいぶないと。ただ、緑はもう、うんざりするほどありますね、数が。黄色の石を集めながらのムーブをしたいなと。沢村拾おうかな、これ。スタミナ57。
あ、いいかもな。踏みましょうか。うん、しっかりとびっくりも回収できますしね。まあ、早めに亀石の、まあ、同栄がびっくりしたら一緒に拾っちゃって回収と。まあ、回収できますね、ついでに。これ回収しちゃいましょう。で、まあ、体勢は整ってきたような気はする。オッケー、重い玉取ってなかったのか。カラフルでテンポですね。なんか意外と走らないですね、イベントが。マイベなんか走んない。オッケーオッケーオッケー。まあまあ、大して強くないんでオッケーです。で、これいいよな、言っちゃって。で、8。あー、丸欲しいな。丸石めちゃくちゃ欲しいですね。オッケー。まあ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 、準備オッケーって感じでしょう。ここで4000点ならね。ドーンドーンない。もうちょい貯めてえな。うん、購買部がな、レベル上げられないのがな、ちょっと痛いなというところは感じつつですが、亀石数すごいね。メンタルいってもしょうがないよな。しここはデート行きます。で、デートはあと1回かな。ドーンドーン、まあまあ変化、まあまあですね。これは変化拾いましょう。変化拾いたいのと、亀石もう捨て切っちゃっていいかな。うん、ちょっと早いかな。いや、切っていいね、切っていい、ね、切らないと前に進めません。スライダーコントロールがさ、何とも言えないんだよな。いや、でもなんか久しぶりにマントルやりましたけど、結構強いっすね。割といい感じだな。うん、タック強いっすね。こんな強かったんだな、やっぱり。だな、やっぱりって感じ。よし、これで購買部レベルアップできますね。で、オクタビアはタコペットで。懐かしい、このイベントも。元気になってきます。おーい、ちょっと、そういうのほんとやめて。そういうのほんとやめて。何のために持ってきたんだよ、それ。休みなんですが、強いしね。これ、やる気あったら結構乗ってるな。ジャストフィット取りに行きましょうかも。か、休むで5でもいいけど、これはジャストフィットだ。やる気が一応戻りました。お、いいよ。ああ、オッケーオッケーオッケー。悪くね。まあ、踏んでも全然いいですね。この球速なら。なくなっちゃいますし、どうせ。まだ潤沢、いける。ムービングファースト取るか。あ、もうちょっと固まってほしかったな。貯蔵限界。じゃ、踏んでから、ツルハシにチェンジしましょう。おーい！ちょっと待ってって。それはより強いの来いよ、より強いの。より強いの。うわぁ。このあやがね、マントル辺境高校難しいですね。ツルハシ行く前に、624か。うん、ちょっと精神欲しいかもね。ツルハシ立てる前に、ダイナマイトもう一個、立てたいな。技術は数大丈夫そうですが、立てると亀石が動かなくなるんですよね。今、いろんな問題を抱えている。いろんな問題を抱えている。さあ、ツルハシしましょう。亀取っといた方がいいか。ちょっとやる気、あ、戻りましたね、ちょっと。で、ここは来てないと。なるほど。筋力メダル縦の、おにぎり縦の、ちょっと技術メダルは使いにくいな。鶴橋もう一回行きます。で、もう終わってんだよね、デート。オッケー。うわー、ダブルタックですね。スタミナダブル本当大きいからな。
で、ここはメンタルいきます。休んでもいいかな、神にしよう。で、次で終われるっていうのも大きいですね。ここは亀石習得しておきましょう。で、変幻とエースの風格来ました。あ、オッケー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 、凄まじいの入りましたね。こういうの、こういうの待ってるの。星行ったらアウトだな。何がいけるんだろう。一応ダイナマイトできましたねっていう。これ行くと宝石は結構数入ってくる。宝石にしちゃうか。精神足らないしね。うん。いいでしょう。で、あとは筋力がうんぬんかんぬんの状態なので、ガーッと振りましょう。ちょ、待って。筋力と技術もすごかったよね。700台か。両方700台で入ってる。もうある程度行くしかない。うん、700台か、低め飛ぶか。意外と行ってますね。で、筋力崩して、精神行きたいな。精神大丈夫でしょう。攻めましょう、ここは。信じて攻めましょう。強。この急速タックはめちゃ強ですね。やっぱなんかマントルって見直されるべきなのかもな。強いな。まあ、博士失敗してなんか強いタックグキってこれですからね。なんか全然。いやでも精神足んねえわ。精神マジバリクソ足んないですね。行きましょう。そうか、精神足んないのか。やっぱスタミナタックもうちょっと踏まないときつそうですね。あとは枯渇状況もそろそろ確認はしておきたいですね。潤沢、潤沢、あと少量って感じだな。あ、潤沢のところに来ましたね。しかもこれダブルタック急速ですね。これは踏みましょう。不足だな。めちゃ不足している。ね、できたら、そうだな、できたら立てたいな。いや、石足んねえわ。この石足んない問題やばいですね。これここ踏むか、あえて。石足らんわ。もうちょいすごいの大丈夫、来る。来そう来そう。なんかもうタックめっちゃ来てるもんな今回。ドンドン。あー、まあ、うん、まあ変化取りたいんですけどね、これ。とても。とても取りたいんだが。いやーでもこれは取るか、さすがに。これはさすがにひよってはいかんな。急速骨入りました。上でいいですね。あ、すごい来る。本当にやばい。やばいレベルできますね。変化まだ少量、大丈夫。これは変化足りますね。でも、急速の方が足らんかもなっていう、足らんかもなっていう感じになってきました。ジャストフィット取ります。うん、筋力の方が足んないかもな。いやー、でも精神が最も足んない。精神と、あとは、そうかそうか。なるほどな。あと宝石がまた足りなくなってきましたね。宝石のうんぬん作りたいな。あとはまだあれも足らない。まあどれもそれも足らない。どれもそれも足らない。156キロ。 OK。 うん、てか点数マジ出ますね。マントル強いんじゃないかな、やっぱり。なんかマントル辺境高校って強いですね。あー、このダブルタックで宝石いっぱいもらえるのありがてえな。か、休んでもいいが。ちょっと難しいところですね。まあ、休みもありっちゃありですね。経験点がバカ出てるわけではないので、しかも、サナと沢村なんですよね。
ていう、まあこの痛々しいダブルはあるわ。サナは、サナは別にその、なんでしょう、スタミナのあれがなかった気がするんだけど。あ、あるのか、一応。2かな。3はないか、2か。これは一発休んでもいいな。結構もう掘ってるとも思うので、ここ休もう。思い切って休みました。からの？ああ、弱いね。ここは掘ってってしかないね。掘っていくしかない。掘っていくしかないのと、うわあ、これ大丈夫かな。これ大丈夫かな。これはいろいろ。怪しさが満点ですね。怪しさ満点ですね。あー、これ行きたいなー。強いなー。掘ってるしなー。カント強化いるわ。カント強化これ足りましたね。で、フレア完走しました。オッケー。で、深海道オッケーですね。で、まあ本当に技術余裕ですね。あー、これは道へ行きたいな。枯渇寸前。道へ行っといた方がいいかな。とにかくこの、角々しいやつ欲しいな。ただそろそろターンとか、まあ、もろもろのバランスを考えなきゃいけないので。回復で。うん。まあ、とってもいいですね。とんなくてもいいですね。なんか、ほんと、微妙な感じの。ここは取れたな。これで。いやー、この星がな、わからんな。筋力メダルとか作りてえな。技術メダルは逆にいらないですね。うん。星来るかな？ちょっと邪魔になるかもしれないけど。もうこれは、これは立てましょう。で、海岸しました。結構バランスがむずいな、やっぱ。まあ、整っているように見えて筋力が足らない。うん、筋力明らかに足んないですね。筋力精神足んない。OK。まあ、その辺は、ちょっと意識しながらですね。うん、これ3人集まってるから強いな。取ろう。で、筋力メダルもこれで2つ集まりました。筋力メダル欲しいな。55って変化メダルあったら最強なんだけどね。筋力メダル立てちゃいます。結構うまく回せてはいますね。星取るか。星あと1個だな。頼むからそのうち来い。綺麗な石だよね。奇妙は回復ですよね。オッケー。よく覚えてんな。よく覚えてんな。自分でも思うけど。わー。休んで星、もう解決して終わりましょう、ここ。お、いいね。ああ、いいね、いいね、いいね。それは一番欲しいとこ来ましたね。オッケー、オッケー。バランス整ってきました。ワンチャンあるな。普通に強いな。うん、いい感じですね。スタミナ行きましょう。これさ、取っ払ったらさ、若干怪しくない？若干怪しいな。今、アクセア立てとけば間違いはないですけど、まあ、これは若干怪しいので、これで行きましょう。4って、やらないで。わー、強い。とんでもないの入った。ナイスすぎるスタミナ入りましたね。これまず筋力メダルいって、多分大丈夫だと思うけどな、これ撤廃して。撤廃して問題ないとは思うんですが。いやいや、しかし、いざどうなんだっていう。え、強い強い、普通に。普通にめっちゃ強いよ。
いや、楽しいな。マントルもいいですね。あと、2か。やばいな。これ、まずったな。2はまずりましたね。おにぎり2つかな。うん、しかないね。OK。で、踏みましょう。強っ。なんか、精神問題解決した瞬間にさ、逆に今度また技術があって、すごいなんか、恐ろしい感じになってきてるので、枯渇がまだ怪しい。捕獲ギリギリだな。スタミナと守備はいきそう。他超怪しい。え、マジでやばくない？スタミナと守備はいきそうなのか。まあ、守備はいけるでしょうね。これもう技術欲しいね、逆に。まである。ただ技術メダルを2個作ってる余裕はなさそうだな。おにぎりが生み出せなくはなってしまいますね、多分。筋力もいらんもんな。どう考えても技術だね。技術メダルにチェンジしましょう。これはもう致し方ない。で、メンタルかな。守備でさっと枯渇させとくもありですが、ここはちょっと、こっちで。うん。マントル強いっすね。全然いけそうだな。まあ、ちょっと筋力も、もう気持ち欲しいけどね。行こう。はい、勝てました。次行きましょう。ここからのタック次第だね。わー、何も起きず。うん、まずは守備で枯渇を図りましょう。でもう黄色、まあ黄色、まあ一応立てておけばいいか。うん、あと、うわー、体力なくなった。あと2箇所あるのに。まあメンタルいけるか。あー、なるほどね。うわー、これで飛ばなかったらやばいな。どうしよっかな。まあこっち踏んだら100飛ぶと思うんですけど、まあ欲しいポイント 100% こっちなんですよね。まあ、勢いは最悪取れなくてもいいか、今回。うん。まあ、最悪の最悪取れなくていいか。という気持ちでこっち行こうかなと思います。枯渇してくれ。したら精神でワンチャンある。はい。あー、残念。まあ、しょうがない。これはしょうがない。ピンチもらえたのは大きいですね。ただ、ポイントバランスはだいぶ整いました。まあ、ワンチャンあるとすれば、精神とスタミナで光っていて、そこで枯渇させるのは、まあ、チャンスとしては一応残ってますね。はい、勝てましたということで、最終ターン。あはは、ダメか。ちょっと厳しかったな。変化かコントロールで技術もらっときてえな。まあ、変化が最も、ポイント的には美味しいですが、まあ、怪我率を考えれば、コントロールがいいかなっていう感じですね。まあ練習もろもろ考えたら急速で30回復がいいですけどね。まあまあこれはしょうがない。でしょうがないんだが、まあまあいい形でここまで来てると。コントロールいいね。ポンコツもらえたら嬉しいのか、スタミナ踏めたら嬉しいのか。まあ、ポンコツですね。オッケー。うん、めっちゃいいんじゃない？普通に。うん、普通に良さそうですね。変幻取りますか。尻上がり早いか。うん、コツもある程度数取れてますし、全然弱くはなさそうですね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。ラスト2ターン。まあ、一回休みでしょうね、さすがに。あ、まあ、メンタルでフリアいるんだな。おカフェ取って。あー、でも、いっか。尻上がり当たったらでいいか。おー、神。それは神。球速足りてるよね。うん、大丈夫ですね。オッケーオッケーオッケー。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。オッケー、順調ここまで。
まあ、ちょっとした紆余曲折はありましたが、これも取っていいですね。うん、大丈夫かな。急速攻最後ください。コツ完、うわぁ、ピンチか。コツ完璧って言おうとしたら完璧じゃなかったけど、ただピンチがもらえたのは結構大きいな。これでまあ取れるものも増えたかなと。うん、いや本当いいバランスですね。行きましょう。はい、が出ました。ということで最終戦もなんとかうまく勝てました。どんくらいいくかな。そこそこはいきそうな感じありますけどね。何点ぐらい出ただろう。そしておお、あ、でもこんなもんなんですね。バランスでよくうまく回ったって感じか。もうちょっとなんか出てるのかななんていう印象はあったんですけど、印象だけでしたね。うん、精神系やっぱどう考えても投資か。なんかバランスか、バランスの勝利か。うん、なんか強そうには見えるけどね。どうなんでしょう実際。要所は取れないのか。根性となんかもう一個いけん。あ、あれいけますね。アトロキューいけますね。オッケーでいいでしょう。まあ頑張った方かなとは普通に思いますが。5、10、10段か。あ、じゃあ PG 乗ってないかもな。うん、まあ盆栽で SS8 っていう感じなら全然いいと思います。で、経験っても思ったよりは出てなかったですね。まあ、もうちょっと爆発したタックが出ればっていう感じなんでしょう。まあ、マントルも全然悪くないと思います。なんかやった感じ、ああ、なんかこんなに経験点やっぱ出るんだっていう風に思ったので、なんかそういう面白さっていうのは見つけられるし、デッキがね、十文字東とか、まあ、北斗の闘士とかいろいろありますけど、まあ、それよりもマントルに合うっていう方はマントルをやるのも全然いいかなというふうに思います。あとはね、フリートと、まあ、どっか一個ぐらいやれたらいいかなと思っているので、そちらももしよければ楽しみにしていただければ嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。